やっぱりみんなあのチラシを見たのかしら。書類審査なしで実力勝負だとやってみたくなるよな。堅苦しい面接ってわけでもないみたいだし、何より給料が良すぎだし。興味を持ったらまず会場へか。さすがマキダイニンググループ、名前に信頼があるゆえの集客力。どうかしましたか、さつきさん。ああ、いや、改めてレベルの違う世界が相手なんだわって。お待たせいたしました。本日はお集まりいただきありがとうございます。早速ですがオーディションを始めさせていただきます。この声、宮城ヶ丘副会長、牧かなで。まず初めにやっていただくことはマラソンです。え、マラソン？いきなりハードですね。皆さんがここに来られる時に通ったはずの坂がコースです。下まで行けば折り返し地点が用意されています。戻ってきたらそのまま誘導に従って我々のいる体育館へお越しください。いきなり自信ないんですけど。私が背中をしますから。ただし2人1組のオーディションです。合格の条件は相方を担いでゴールすること。根性試しってのは相方の何ってことだな。冗談きつい。途中で交代するのは自由。やめようぜ。先着50組が合格です。それではスタートラインにお並びください。行きましょう、スバルさん。え、本当に？こういうことなら逆にやりやすい。スバルさんは私が守ります。待って、ミサちゃん。もういいわ、十分すぎるほど分かったもの。やっぱり無理よ、こんな大々的に。しかも本格的なオーディションを行う相手と戦うなんて。それに女の子だってバレたら。何も始まらないうちから諦めるなんて店長らしくありません。でも私。それでも諦めたくないっていうわがまま聞いてもらえませんか。ミサちゃんが怪我しないように私がちゃんと見ておきますよ。じゃあ行ってきます。一度火がついたらなかなか消えないのね。熱い子って好きよ、何かやらかしてくれそうで。ね、さつきさん。そうね。大丈夫？重くない？大丈夫ですよ。そう？調子のいいこと言ったけど、店長にあんな顔させているのは私だ。雅ヶ丘の会長に目をつけられている私のせいで、メイドラテが。準備はよろしいでしょうか。位置について。さすがにスーツは動きづらいけど、これならなんとかクリアできそう。その位置だ。一緒に頑張ろう、ミサちゃん。俺たちがついていれば確認できたろう。シロヤン体力だけが問い。なんなんだ一体。いろんな人が参加してるんですね。そうね。38着です。さすがに早い人も多かったわね。お疲れ様、二人とも。さすが美咲くん。いえ、そんな。やるから頑張って。堂々とセクハラするのやめなさい。男の胸に触るなんてセクハラにはならないわよ。セクハラにならなくてもやめてください。次はちゃんと僕に頑張らせてよね。無理だ。なんであいつらが。どうして無理ってわかるのさ。わかります。どうしたの美咲くん。エリカさん、その伊達メガネ貸してくれませんか。第一課題合格者の方は速やかに体育館へお入りください。まもなく次の課題に移りたいと思います。本当にこれが体育館。余裕で野球できちゃう広さよね。あの二人もかろうじてわかるくらい。しかもどこも高級素材。すごいね、加納君。そうですね。あいつらこういう仕事に興味あるのか。何しろ今バレると厄介なことに。改めましてようこそ皆さん。
まずは第一課題、お疲れ様でした。突拍子もない内容に驚かれた方も多いかと思います。ミサちゃんに踏まれた。我々が知りたかったのはどこまで本気かということ。正直に申し上げます、フットマンの仕事は非常に辛い。そして辛いからこそ同志をフォローできる力も必要とされる。だからこそ二人一組のオーディションにしたのです。このオーディションは相手といかに協力し合い一人前の仕事がこなせるかを見極めます。見極めるのは私をはじめとする執事たちと、今回の会場などのご提供でご協力いただいた雅ヶ丘学園生徒会、五十嵐会長にお願いします。ベタな変態暴君、見てろよ、絶対に最後まで生き残ってやる。どけどけ、お疲れ様です。疲れた。体力を測る第1チームはこれで終了です。体力いるもんなのか。まだまだ。第2部に入る前に皆さんに着替えをしていただきます。今から制服となるフィールコートをそれぞれご用意しますので1分で着替えてください。1分、鬼か。何事にも素早い行動を。皆さん準備はよろしい。ここで着替えるのか。2人用のその行為ルームは1分後に撤去されますのでご注意を。では用意スタート。了解。とにかく早く閉まる。マルくん、おもろかった。ちょっとこれ結構ヤバい展開なんじゃない。美咲くんはいつも早いから大丈夫だろうけど、マルくんは。1分経過です。やっぱりアウト。え、女？え、なんで？女だ。ごめん、リサちゃん。やっべえ。ってことはもしかしてあの覆面も女なんじゃ。ったく、こんな形で足引っ張られるなんて、せっかくの努力が台無しじゃない。男？いや、女か。どっちなんだ。薄いに葵ちゃん。やっぱりあれ薄井くんだったんだ。え、スバルさん分かってたんですか。なんとなく。だってミサちゃんいるし。そんな理由。参加資格は高校生以上の男子の。失礼ながら年齢と性別をお聞きします。性別は男、年は14。幼い、中学生か。では分かってるよ、失格でしょ。だから覆面してたのに。そちらの方にもお聞きします。あなたは女性で間違いありませんか。はい、ごめんなさい。いえ、こちらこそ。では自動的にそれぞれのパートナーも失格となりますので、どうぞご退場ください。美咲くん。マキくん。はい。一つ提案してもいいかな。子供や女性がここまで来られたのは相方の力が強かったからでは。貴重な人材をこのような形で逃すのはもったいない。残された者同士でペアを組ませたらどうだろう。ただしどちらも参加資格を持つ者ならばね。そうですね。では一応確認させていただきましょう。17歳、高校生、男。こっちの方は納得だけど、メガネの方は怪しいな。ペアが女ならな。16歳、高校生。俺も男だ。まるで板のようだ。変なの来んなよ。やっぱり男だったか。あれはさすがに分かりやすかったな。はい、それでは第2部の審査を開始します。
というかお約束というか、薄いとペアを組むことになってしまった。運命なんだよ美咲くん。おもろいね。ほらトラのやつが高いところから嫌な感じを振りまいてるぞ。軽く睨み返してみたら余計に面白がってくれる。あードキドキするね。カノーくん深呼吸でもしていたらいいんじゃないですか。おっと危な、雪村とカノーだ。こそこそこ。それでは第2部の審査を開始いたします。うわー始まっちゃうよ。すぐには始まりませんよ。この後は次回の話ですから。この番組はゼネオンユニバーサルエンターテインメントとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。